はい、どうも皆さんこんにちは、マカベです。マカベの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。12月20日月曜日のマットマネーですけども、いやー、この日もね、株式市場下落しましたよね。ダウも SP500 もナスダックもこの6日間でね、5日の下げですよ。いやー、下がりますよね。ダウはマイナス 1.23%、 SP500 はマイナス 1.14%、 ナスダックはマイナス 1.24% と、ジムクレーマーまたこの日ね、下落の日になったなと言ってるんですよね。で、俯瞰で見るとね、これ SPY ですけども。いやー、本当にね、先週ね、金曜日ドーン下がって、で、また一段と下がったと、そういう感じになってるわけですけども、ジムクレーマー。まあこれね、なんで下がってるか。まず、COVID の感染者が増えてるってことがあるよなって言ってるんですよね。COVID のね、オミクロン株に対する恐怖、どんどん高まってきてるよと。で、それが一つあって、で、あと一つやっぱね、このニュース出たよなって言ってるのが、これですよね。バイデン政権のビルドバックベターアクトですよ。これビルドバックベター。よりよく再建するってことですよね。バイデン政権の目玉の法案ですよ。子育て支援とか、気候変動対策とかね。あとはね、処方箋薬のコストの引き下げとか、あと電気自動車ね、EV の普及策とかね、いろんなものが含まれてる。1兆7500億ドル規模のね、バイデンさんの大型歳出法案ですよ。で、これいけんのかどうかせめぎ合ってたんですけども、上院議員の、このジョー・マンチンさんですよね。この人が支持しないって言ったわけですよね。で、このジョー・マンチンさん、19日にね、日曜日に声明発表したんですけども、この大型歳出法案ね、もう財政赤字拡大させるだけなんじゃないかと。あと、こんなにね、財政出動したら、一段の物価高を招くと。今インフレめっちゃ加熱してんのに、これ火に油注いでどうすんだと。だから、この巨額法案、前に進めるための賛成票を投じることができないと言ったわけですよ。やっぱね、今アメリカ議会ね、与党と野党すごいね、拮抗してますから、このマンチンさん、民主党のね、与党なんですけども、民主党からね、やっぱ一票でも造反出たら、これやばいよっていうことになってる時にこれですから。ああ、これもうダメなんじゃないかと、そうなったわけですよね。もうこの法案の議会通過、目と立ってないんじゃないかということで、これバイデン政権打撃だよってことなんですよ。で、ジムクレマね、バイデン政権推し進めてた税制支出法案、もしかしたら崩壊したんじゃないかということで、まあこれプラスね、オミクロンに対する恐怖どんどん高まってて、まあこういうこと考えると、もしかしたら株価、もっと下落しててもおかしくなかったんだけども、むしろよく持ちこたえたなとも言えると、そういう見方もできるよとジムクレーマーやってるんですよね。まあまあ、こくらいまで収まっててよかったと。もっとひどいことにならなくてよかったと。で、実際ね、どん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 下がっていったんだけども、日中、また株価、立ち直っていったからって言ってるわけですよ。で、ジムクレーマーね、このバイデン政権の財政支出案、最近ね、COVID でね、またね、苦しみ始めた人への経済刺激策とか盛り込まれてるんだけども、で、以前のね、経済刺激策も前のことだし。で、ね、フェッドが金融引き締めをしてる今。このバイデン政権のプランね、確かに民主党の一つの目玉であったんだけども。だけど、ジムクレーマーね、これがポシャルからといって、もしくはオミクロンの恐怖があるからといって、やっぱこれだろうと言ってるんですよ。ステイザコースですよ。やっぱここは諦めずにマーケットについていくフェーズだと思うんだと言ってるんですよね。で、下手したらこの下落、買いの好機なんだと。少しずつ買うべき時なんだと。株式をね、売り払って逃げる時なんかじゃないよと言ってるわけですよ。今、買いの好機だと。ただ、ジムクレーマーね、自分のファンドも、この月曜日の下落、さらにどんどん買ったんだと言ってるんですよね。で、まあ何で買ったかは CNBC インベスティングクラブのところで出てきますけども。ただ、ジムクレーマーね、投資家このマーケットついていくべきだと。諦めるべきじゃないと。株式を売り払う、そんなフェーズじゃないよということなんですよね。で、ジムクレーマー、なんで今ね、自分がね、この下落の中でもポジティブな姿勢なのか、これ言っていこうじゃないかと。まずね、自分たちはもうCOVIDのことをよく知ってるんだと。ここまでよく対処してきただろうと言ってるんですよ。で、多くの人がワクチン打ってるだろうと。で、そのワクチンね、どれぐらいオミクロンに効くか、これが重要なのはその通りなんだけども、自分のことをちょっと言わせていただこうかなと言ってるわけですよ。でね、このCOVIDね、もう金曜日とかも1日のね、新規感染者数15万6000にも達してるわけですよ、アメリカね。で、オミクロン株に関しては、アメリカ50州のうちもう43州で見つかってて、まあもうオミクロン株席巻するのは時間の問題なんですよね。もしくはもう席巻してるかもしれない。で、ジムクレーマーね、自分ね、先週ね、パーティー行ったんだよねって言ってるんですよね。先週の月曜日、パーティー行ったんだと。でね、そのパーティーの参加者は、みんなね、PCR 検査、ネガティブだったんだよと。それチェック込みでのパーティーだったから。で、もしかしたら多分そこでね、自分COVIDキャッチしちゃったんだよなって言ってるんですよね。で、自分のミステイクはとジムクレーマーやってて、まあ、全員ね、PCR でネガティブな人しか参加できない、そういうところだったから、マスク外したりしちゃったんだよと。みんなネガティブだから大丈夫だろうという感じで。これがやっぱね、ちょっとミステイクで、自分はそう思うべきじゃなかったと。ジムクレーマーね、自分が分かってなかったのは、
オミクロン株の恐るべき感染性だって言ってるんですよ。で、今日ではね、もしかしたらデルタ株の70倍もね、感染性高いと、そうやって言われてる。で、やっぱね、そんなに感染力が高かったらね、例えばパーティーの前のね、PCR 検査でネガティブだろうが何だろうが、ちょろっとオミクロン株入り込んだら、そしたらやっぱね、瞬く間に広がることってあるだろうと。で、多分そのパーティーでキャッチしたのか、その後キャッチしたのか分かんないけども、そのパーティーの後ね、あれあれってなったのが木曜日で。で、ジムクレイマーね、自分はアボットラボラトリーズのバイナックスナオっていう、そういう簡単な抗原検査好きなんだけども、で、これちょくちょくやってるんだけども、木曜日の朝の時点では、このバイナックスナオでネガティブだったんだけども、木曜日の夜、自分でやってみると、ポジティブのラインが出たんだよなーって言ってるんですよね。で、その木曜日の夜にポジティブっていうのがうわーって分かって、で、すぐね、ジムのスタッフとか近しい人に全員連絡したと。で、だからね、僕ね、先週の金曜日ね、もう金曜日の時点でマットマネ、ジムクレーマー画面からだったんですよ。と、あれなんで画面なんだろうなと。なんかまたね、休みでどっか行ってんのかなとかね、出張でどっか行ってんのかなと思ってたんですけども、まあこういうことだったんですよね。木曜日の夜の時点でポジティブが出てたと。だから金曜日も画面からだし、この月曜日のマットマネーもスタジオじゃなくて画面からなんですけども、ジムクレーマー、自分はね、モデルナのワクチン、ブースターを含めて3回打ってるんだと。で、多分そのせいだろう。症状は長く続かなかったんだって言ってるんですよね。症状軽くて、しかも、もう土曜日にはすっかり元気になってた。で、ジムクレーマーね、これツイッターでも、COVID ポジティブのこと、この月曜日とかにはね、言ってるんで、で、いろんな人がね、こう大丈夫かってね、お見舞いの言葉書いてたりして、ジムクレーマー、自分にね、親切な言葉かけてくれる人、どうもありがとうと言ってるんですよね。ただまあね、症状治ったんだけども、この月曜日ね、今日のテストでも、またね、ポジティブだったからって言ってるんですよ。だから自分ね、まだね、オフィスには戻れないんだよなって言ってるんですよね。で、その月曜日のテストのポジティブは、ジムクレーマー、ツイッターで上げてるんですよ。ほら、ポジティブだったよーってことですよ。ね、これね、1本だけね、線が出ればネガティブで、下の線も出てね、2本出たらポジティブなんですけども、ほんとこれですよね。見事なポジティブですよね、ここの線ね。ポジティブってことで、で、ジムクレーマーね、その後ね、まあいろいろツイートしてるんですけども、まあ自分はね、グリブでありたくないと。グリブっていうのは、口の達者なとかね、ベラベラと口先だけのとかね、そういう意味ですよ。だから自分がね、ポジティブで、しかも症状回復してるからといって、それね、ことさらにね、わーわー言いたくはないんですよ。COVID っていうのはやっぱりね、多くの人が死んでて、で、多くの人がやっぱシックでね、だ自分はほんと、ワクチン打ってて、で、多分それで症状軽かった。このことを伝えたいだけだと。で、ほんとね、全員がワクチンを打つこと、これを望んでるってことなんですよね。で、多くの人が重症化してたり、で、多くの人が亡くなったりしてる。で、自分はやっぱりね、ワクチン打ってたら、自分のケースは、こんなに早くカムバックできるよと、症状続かなかったよっていうのをただ伝えたいんだと。結局ね、ジムクレーマーね、マットマネー、一回も穴開けてないわけですから。でもジムクレーマー言ってんのは、もしね、3回ワクチン打ってなかったら、もっとシックになってたんじゃないかなと。自分はね、3回モデルナ打ってて、で、ブースターもね、そう100の、なんか半分にするとか言われてますけども、自分はもっとオリジナルの量で打って、で、自分の場合はラッキーだったけども、まあ、自分自身ね、コVIDにかかったりしてるから、ほんとね、今までで一番、やっぱりね、ワクチン打ってない人のことを、すごい心配してるんだと。でね、これ何回も言ってるんだけども、自分の症状は軽かったからといって、そのね、ことさらね、わーわー言って、すごくね、重症化した人とか、あとはね、家族を亡くした人とか、そういう人たちのことを軽んずる。そういうつもりはさらさらないんだけども、で、自分の気持ちをね、言うのはすごい難しいんだけども、まあ、とにかく自分はね、自分のお医者さんと、あとワクチン打ってくれた CVS と、あとワクチン作ってくれたモデルナ、これに感謝してるってことなんですよね。で、もちろんね、他の人はそれぞれの判断次第なんだけども、やっぱりワクチン打ってほしいよと、とにかくワクチン打ってほしいよと言ってるわけですよ。で、ジムクレーマーね、もう症状ないのジムっていう質問に関しては、もうすっかりね、良くなって症状はないんだと。で、症状出たのは木曜日の晩なんだけども。で、ジムクレーマーね、自分ね、モデルナ3回打ってて、でね、ワクチン打った後でさえ、やっぱね、かかる、感染することっていうのはあるんだよと、今の自分のように。ただ、多分ワクチン打ってない場合と比べて、症状は軽かったんじゃないかと思うと。で、マットマネーに戻りますけども、ジムクレーマー。自分は身をもってほんとね、COVID のリスク知ったわけだけども、これも誰にでも起こり得ることだって言ってるんですよね。で、ワクチン打ってない人は重症化の危険性高いことを今一度認識しないといけないと思うよと。で、しかもね、オミクロン株、めちゃくちゃ感染性高いから、どんどん広がってるから。で、しかも、自分がそうだったように、ジムクレーマー、自分はね、月曜日パーティー行ったんだよなって言ってるんですけども、自分がそうだったようにね、オミクロンにかかった人っていうのは、やっぱいつかかったのか。わからないこともあるんだと。症状軽いこともあるし、下手したら出ない人もいるだろうと。ワクチン打ってたらね。だから全員が3回ワクチン打ってる世の中だったらいいんだけども、
そうじゃなかったらやっぱりね、オミクロンどっかからもらって重症化しにくいとはいえ、やっぱ重症化する人も出てきてね、でそれが増えてしまうということはあり得るよとジムクレイも言ってるんですよ。でね、現時点でやっぱね、それが一番のリスクなんだと、重症化がリスクなんだと、感染者数じゃないんだよって言ってるんですよね。大事なのは入院者数、感染者数の数字はもうどうでもいいから、入院者数が大事で、だみんなねワクチン打ってくださいとジムクレイも言ってるんですよね。でジムクレイも自分の経験から本当言わせてもらうけども、もしあなたが3回ワクチン打ってたらブースターも含めて、そしたらあなたが考えてるよりもオミクロン株による症状っていうのは軽いかもしれないということだと、軽いかもしれない、自分はねこのことを伝えたいと。でこれはジムクレイマー、オミクロン株を恐れてる株式市場にとってはまだ織り込まれてないポジティブな面だと思うと言ってるんですよね。でまあ COVID はそういうことなんだけども、じゃあもう一個のこれビルドバックベターアクト、こうバイデンさんの税制出法案、これがダメになるかもしれないっていうニュースはどうなんだってことなんですけども、ジムクレイマーね、だけどまあね、先日の選挙も民主党劣勢だったらしただろうと、ここでもニュースでやっただろうと、だからね今回のニュースでめちゃくちゃ驚いてる人そんなにいるんかとジムクレイマーは初め思ったんだけども、まあでもね、いろいろ聞いてると多くの人が驚いてるようにも見受けられる。でじゃあね、今回のねこのバイデン政権の BBB、 こう危ういんじゃないかっていうニュースね、マーケットにどんな意味があるんだってことなんですけども、これねまちまちな影響があるよって言ってるんですよ。一方ではね、やっぱね財政赤字溜まりすぎて、でも予算も膨張しててね、もうこんなんねお金足りないんじゃないかとこう心配してる人にとっては、ああこれ BBB これなくなっていいんじゃないかと思うだろうってことなんですよね。このニュースで喜んだんじゃないかと。でもねもう一方ではね、この首都案で経済がブーストされたはずなのにそれがなくなったんじゃないかと嘆く人もいるだろうと。だけどね、経済ねもうすでにオーバーヒートしてるんだと、さらなる大規模なね財政支出なんかいらないんじゃないかと思う人もいるだろうと。でね、特定の業界で影響大きく出たりするよとジムクレイマー言ってるんですよね。例えば製薬会社はハッピーかもしれないと、だってね薬価を下げると言われることがなくなるかもしれないからなって言ってるんですよね。でそうなんですよね、さっきもちょっと出てきましたけども、この BBB の中には処方箋薬のコストこう引き下げるみたいなね、そういうのも入ってるんで、それがなくなったら製薬会社にとってはプラスなんじゃないかと。だからジムクレイマーはね今ね製薬会社の株を押してるんだと。だけどね、傷ついてる業界もあるんだよと。例えば EV 優遇のいろんなことなくなるかもしれないよと。でそれでブーストされてた電気自動車株、これは辛いかもしれないなってことなんですよね。でこういう時はねやっぱ EV もっと来たかった、こういう時はテスラだとジムクレイマーやってるんですよね。まあ、テスラね普通に下がってるんですけども、マイナス 3.50%、まあ、イーロン・マスクの売りもねすごいんですけどもね、このところずっとね、だからこの辺も下がってるんですけども、ジムクレイマーもっとちっちゃいね EV 会社とかになると、まあ、こういうね政府からの追い風、これを期待して上がってたところがあったから、そういう意味ではねテスラっていうのは巨大だから、そこを頼る割合っていうのはすごい少ないから、だからこういう時はテスラとジムクレイマーやってるんですよね。まあだけどテスラも株下がってるし、あとはやっぱりねソーラー銘柄全部下がってるよなって言ってるんですよね。でジムクレイマーね常々太陽光の銘柄の中ではこれが一番だと言ってるのがエンフェーズエナジーですけども、このエンフェーズもねマイナス 5.49%、 やっぱね下がりが止まんないですよね、こういうニュース出たらね。さあこういう状況の中でどうすればいいんだと、そういうことなんですけども、ジムクレイマー冒頭でも言ったけどもこれだって言ってるんですよね。ステイザコースだと、投げやりにならずに諦めずにマーケットについていく時だと、今はそういう時なんだって言ってるんですよね。ここであなたの株を売り払って逃げる必要なんかさらさらないんだと、自分のファンドは逆に買ってるんだと、自分はね今の状況心配しすぎてはいないよって言ってるんですよ。だってねシステミックリスクがある状況じゃないから、今ね自分たちはこの下落買いの好機と捉えるべきなんだとジムクレイマーやってるんですよ。でねこういうね株式市場全体がもうとにかく何でもかんでも下落する状況の時っていうのは、まあ、大体もうね2日目の大きな下げ、この時にはボトムをつける株っていうのが出てくるんだと、大体そんな 2,3 日ぐらいの話なんだと、こういう大きい下げっていうのは。でこういうね株価全体下落する状況の時はまずねコンシューマープロダクツの株が良くてね、それで上がったりして、でそれ典型的なんだけども、でさらに経済のスローダウンがあってもよくやるような株、こういう株がどんどん戻っていったりする、その後に。だからねそういう時にはヘルスケア株とかパッケージとグッズプレイとかね、そういう考えたらいいんだと。でしかもねこっからまたメガテック株とかも回復してくるかもしれないんだとジムクレイマーやってるんですよね。で実際ねこの月曜日の引け後のマイクロンの決算素晴らしかったよなって言ってるんですよね。でそうなんですよね、引け後マイクロンの決算あってトーン飛んでるんですよね、株価ねプラス 6.8%、 時間外で飛んでるわけですけども、まあ売上も EPS もきちんとビートしてね、でガイダンスが良かったんですよね。
次の四半期のガイダンス、アナリストの予想がね、72億7000万ドルの売り上げなんじゃないかっていう時に、75億ドルはいけるよと、EPS も 1.86 ドルっていう予想の時に、いや、来期はね、1.95 ドルはいけるよと、ガイダンスも良くて。で、やっぱりね、需要が強くてね、まだ半導体不足は続いてるし、マイクロン好調だってことなんですよ。で、ジムグラムね、この決算素晴らしかったし、あとはナイキの決算も素晴らしかっただろうって言ってるんですよね。で、ナイキもね、時間外で、決算発表直後、プラス 3.81%、トーンと飛んでるんですよね。でね、これもね、売上も EPS も大きくピートして、EPS なんかね、予想 0.63 のところを 0.83 ですよ。いやー、大きくビートしてるんですよね。で、ナイキに関してはやっぱりね、輸送上の問題とかね、ベトナムの工場閉鎖とかでね、いろんな問題あったんですけども、だけどね、アメリカで、スポーツアパレルとか靴の販売、めちゃくちゃ好調だったんですよね。で、来年度はサプライチェーンの問題も大丈夫なんじゃないかということで、それで上がってるってことなんですよね。で、ジムクレイマー、ナイキの決算良かったからね、もしかして、明日火曜日はね、リテール株とかでも上昇見られるかもしれないし、大体大きな下落の2日目、いろんな銘柄、ボトムつけてもいい頃合いだから、だから今ね、諦めるべき時じゃないんだと、買っていく時なんだとジムクレイマー言ってるんですよね。で、ジムクレイマーね、あと一つ言うならばと言って、今からやっぱね、クリスマスラリーの時期なんだと、まあクリスマスラリーっていう人もいるし、サンタクロースラリーっていう人もいるけども、ラリー・ウィリアムズも言ってただろうと言ってるんですよね。で、そうなんですよね。ラリー・ウィリアムズ、メンバー限定動画でやりましたけども、12月丸日から上がり始めんじゃないかと、これはもう本当にこの月曜日、火曜日なわけですよ。で、ジム・クレイマーね、過去20年間、ほとんど毎年、サンタは姿を現してるんだと。で、今年は今年ね、特有のことがいっぱい起きてるわけだけども、それはね、別に今年だけのことじゃないから、毎年いろんなことが起きてるんだからとジム・クレイマー言ってね、その中でいつもサンタ来るわけだから、だから自分はね、サンタの逆にかけることは賞賛の薄い賭けだと思うよとジム・クレイマー言ってるんですよ。で、クリスマスを経たらね、公安問題も軽くなるんだとジム・クレイマー思ってるし、原材料コストまたね、下がってくるんじゃないかと思ってるし、で、この月曜日もね、いろんなものの価格下がってるだろうと、だからサンタクロースラリーの時期でもあると、そのこともね、大事な要素だとジム・クレイマー言ってるわけですよ。ただジム・クレイマーね、今のマーケット、月曜日ね、ドーン下がって、先週の金曜日もドーン下がってるけども、悪いマーケットと、とにかく呼びたくはないよと言ってるんですよね。悪いマーケットじゃないんだと。そうじゃなくて、マーケット、やっぱバウンスバックするよと。ここまたね、上に行きうるよと。サンタクロースラリーもあるし。で、本格的に上に行きうるとき。それはやっぱりね、多くの人が、あれ、オミクロン株、まあ確かに広がってるけども、症状大したことなくねと。そうやって大々的にね、より認識されだしたら、そこのところの恐怖はなくなって、そこの要素で下がってた株式市場、それはやっぱね、上昇に転じるだろうと、そう言ってるんですよね。ジム・クレイマー、だからね、オミクロン株、やっぱね、ワクチンを打った人には、それほど重症化させる効果はないよと、そういうニュースに注目しようじゃないかって言ってるんですよね。そういうニュースがメジャーになればなるほど、マーケットカムバックすると思うよと言って終わってるわけですよ。要はこの下落、逃げるところじゃないよと、買いの好機だよとジム・クレイマー言ってるんですよね。はい、ということで、ジム・クレイマーのメルマガ、CNBC インベスティングクラブ、何書いてるかちょろっというコーナーですけども、まあ、ジム・クレイマーね、今の下落、買いの好機だと言ってることはそのままにね、いくつか買ってるんですよね。で、まず買ってるのがシェブロンですよ。これ買い増してるんですよね。で、これはね、この前の金曜日でもね、ジム・クレイマー言ってましたよね。で、金曜日の時はシェブロン、買いたいんだけども、レギュレーションがあって買えなかった。だからこの月曜日、普通に買ってるってことなんですよね。で、まあ、150株買って、全部で700株になってると。着々とね、シェブロンのポジションを増やしてるんですよ。でね、このね、バイデンのビルドバックベター、これ危ういんじゃないかってこともあって、例えばね、ゴールドマンサックスとかは、来年のね、GDP の伸び、ちょっとカットしてるんですよね。で、そういう世の中でも、シェブロンはいいだろうと。で、前にも言いましたけども、やっぱね、4.8% の配当、これあるし、シェブロンのキャッシュフロー、めちゃくちゃ素晴らしい。石油価格が60ドルになったって耐えれる。どんどんお金生み出してる。で、自社株買いもブーストしてる。こういう株が今持つべき株なんだってことですよね。で、ジムグラムね、あと一つ、この日買ってんのこれなんですよね。ボッシュヘルスカンパニーズ。これ新規買いしてるんですよ。1500株これ買ってるってことなんですけども、ジム・クレイマー、CEO のね、ジョー・パパさんっていう人がいるんですけども、このジョー・パパがすごいんだと、ジョー・パパが CEO になってから300億ドルの借金を100億ドル減らしてんだと。で、しかもね、成長も取り戻してて。で、しかもいいのは、この会社ね、スピンオフどんどんやろうとしてるんだってことなんですよね。もうこれね、ヘルスケア会社なんですけども、いろんなことやってて。だからちょっと前に、目の、アイヘルスのビジネスをスピンオフさせると、そういうの発表してたんですけども、最近さらにね、それだけじゃなくて、皮膚のね、美容のビジネス、これもスピンオフさせようとしてるんですよ。
で残ったいろんな薬とかやる、それね3つの部門に分けて2つは切り離そうとしてるんですよね。で切り離すことによって価値がやっぱね高まるから、このスピンオフもすごい期待してる。で今ね製薬会社の追い風も吹いてるからってことで、ジムクレーマー新規買いしたってことなんですよ。でジムクレーマーね買ったのはこういうやつなんですけども、自分ねさらにね自分の持ち株心配ないよと、心配ないさーですよ。やっぱ月曜日の下落も、ね、大きかったですから、多分ねみんな不安になってると思ったと思うんですけども、いややっぱ心配ないよというのをね書いてるんですよね。で例えばねヘルスケアグループ、このバイデンの BBB これ亡くなったことで薬のコストカット、この不安がねちょっと消えたんじゃないかということで、やっぱヘルスケアいいよと。例えばジムクレーマーアッビー、自分は持ってるけども素晴らしい配当があって、でこれね主力株のヒュミラの特許切れ、これやばいんじゃないかと言われてたんだけども、もうずっとね着々と手打ってきてて、そこのところまだマーケット分かってないと思うよとジムクレーマー言ってるんですよね。でアッビーいいよと、であとはおなじみのねイーライリリーもいいよと、でもずっと言ってますよね、アルツハイマーの治療薬と2型糖尿病のブロックバスター薬が来年来るかもしれないとずっと言ってるんですけども、ジムクレーマーね前のインベスターデーでこうガイダンス上げたからここトーン飛んだんですよ。でここの高値からもう 6% も落ちてるんだと、ここはもうほんと買いの好機だよってことですよね。であとはもうほんと普通に銀行がいいんだと、すんごい下がってるけども、だからやっぱいいよってことですよ、金利上昇局面でね。だからウェルスファーゴも好きだし、モルガンスタンレーも好きだと、ジムクレーマーねあとね言ってんのはこいつらも好きだと、ファングプラス M 全部上げてるんですよ。もうここら辺だよと、ここら辺は投資家が本当望む成長を持ってる、だから株価どん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 下がってきてる。で金利上昇局面にあってはうぞうむぞうのね、もう本当利益出てないような、そう危ういような会社、それよりもこういう会社の方がずっといいんだと。でいろいろねオミクロンとかでもゴタゴタしてて、でジムクレーマーね例えばアマゾンとかオミクロン株もよくやるだろうと、むしろよくやるだろうと。でみんなねこういうテック株ねどっかで入ろうと思ってるかもしれないけども、みんながね思うよりもずっと早くもう買いに入った方がいいかもしれないよとジムクレーマー書いてるんですよね。で最後に挙げてんのはコスコですよ。でこれはもうねコービットかだろうがコービットかじゃなかろうが、もうこれは鉄板だと書いてるんですよね。でやっぱ2つのことがあると、特別配当2年に1回出してるけども多分それ来年あるんじゃないかってことと、であとは多分ねコスコ会員料金値上げするんじゃないかと、まあこの2つのキャタリストがあるからやっぱねコスコこれからも注目だよとそうやって書いてるんですよね。だからねすごいいい株があるんだと、だから下落した時はこういう株を拾っていく好機だとジムクレーマー書いてるんですよ。はい、ということで視聴者からの7年を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずエイバテクノロジーズはあかんでということで、これね自動運転関連のライダーですよね、センサーやってる会社ですけども、ジムクレーマーいやーもうねやっぱりね利益出てない会社はもうダメだよと、フェットの金融引き締め下ではそういうことだって言ってるんですよね。利益が出てなくても素晴らしい会社っていうのは確かにあると思うよとジムクレーマー言いながらね、だからもう自分はそういうこと気にしないんだと、ここはやっぱ注意深くいきたい、そういう時だから、だからねこういうね利益出てない会社の株はノーだよと言ってるんですよね。はい、次コンパスパスウェイズはあかんでと、これもあかんでと言ってるわけですけども、これねイギリスのメンタルヘルスケアの会社ですよ。うつ病向けの治療薬とかやってて、ジムクレーマーこういう株っていうのは確かにね景気後退には強い、だから理にかなってるとも言えるんだけども、問題はやっぱり利益が出てないということだって言ってるんですよね。でもね今は自分はねそういう会社にはノーと言わざるを得ないんだと、だからダメだと言ってるんですよね。はい、次イノビオファーマスーティカルズはあかんでということで、こうねいろんなねワクチンやってる会社ですよね。でコービットの時もね結構注目されて、でジムクレーマーね番組に CEO 呼んだりしてたんですけども、ジムクレーマーいやーもうこれはね終わったよと、だいぶ前に忘れるんだと言ってるんですよね。近づくんじゃないよと、触ったらダメだよって言ってるんですよね。はい、次 TPG ペースベネフィシャルファイナンスはあかんでということで、これねスパックですけどもね、あの EV ボックスっていうチャージング会社、これとマージするって言われてたんですけども、多分それね頓挫したんですよね。だからねまだね TPGY のままなんですけども、ジムクレーマーもうスパックはダメだよと、もうたくさんだと、世界は変わったんだと言ってるんですよね。でしかも今ねフェットの金融引き締め下でこういう会社ダメなんだと、でもね人々を損させるんじゃないかという会社、いつまでも進めることはできない。でジムクレーマーね以前ねこの会社 EV ボックスとか他のスパックね、要はチャージング銘柄、それ番組で取り上げたこともあったけども、だからねもう今違うよと、次に行かなきゃいけないよと言ってるんですよね。はい、次エンタープライズプロダクツパートナーズは A でということで、これ天然ガスとかね石油やってる会社ですけども、ジムクレーマーめちゃくちゃいい会社だと思うよって言ってるんですよね。
株価下がってきてるけども、自分はここで買っていいと思うし、いい株持ってると思うよって言ってるんですよね。で、配当も 8.68% あって、ジョン・クレーマーいいと思うよと。はい、で、最後なんですけども、MGM グロースプロパティーズは A でということで、これね、不動産投資信託、リートなんですけども、自分は好きだよって言ってるんですよね。5.5% の配当があって、すごくいいキャッシュフローがある。この、ね、質問者の人ね、これ持ってるんだけどって言ってるんですけども、あなたは勝者を持ってるよと、ついていっていいと思うよって言ってるんですよね。だから本当ね、このね、今回のライトニングラウンドでもね、二極化してますよね。利益出てないやつ、スパック、怪しいやつ、もう全部ダメだと。だけどね、キャッシュフローが良くて配当を出してるような、そういう会社はいいよと、そういうことですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、ジムクレーマー。株式市場下がってるけども、このね、株式市場を諦めるときじゃないよと、そうじゃなくて、株式市場に諦めずについていくときだよと、言ってるのがこれです。This is a state where I think you need to stay the course. はい、そうですよね。This is a state where I think you need to stay the course. 長男、次男、どうぞ。This is a state where I think you need to stay the course. お母さんのいいところ一つ取れるとしたらどこ？優しいところ。This is the state where I think you need to stay the course. お母さんのいいところ一つもらえるとしたらどこがいい？賢い。This is the state where I think you need to stay the course. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Stay the course. Stay the course ですよ。で、これね、意味わかりますよね。そのコースの中に stay する。いるってことなんですけども。まあこれね、どういう意味かっていうと、ステイザコース。コースの中にいるってことで、困難にもかかわらず最後までやり遂げると、こういう意味なんですよね。でね、これね、一説によると、競馬で馬がレースね、走り切る様子。それを例えで表現らしいんですよね。レースとか競争で、決意とかエネルギーを失わずに、ずっとそのコースで走り続ける。最後までゴールテープ切るまで走り続ける。コースに居続けるということで、ステイザコース。最後までやり遂げると、そういう意味なんですよ。でね、ステイザコースというとね、やっぱこれですよね。ジョン・ボーグルさんですよ。これ、バンガード作った人のね、インデックスファンドを広めた人の、ジョン・ボーグルさんの本、ステイザコースっていう本あるんですよね。でね、このね、ジョン・ボーグルさん、この本の中でね、なんて言ってるかっていうと、やっぱこれですよ。The winning formula for success in investing is owning the entire stock market through an index fund and then doing nothing.Just stay the course ですよ。投資における成功の勝利の公式っていうのは、インデックスファンドを通して株式市場全体を所有して、それ所有しながら、あとは何もしないことだと。ただそれを最後までやり遂げるんだと、そういうことなんですよね。でね、やっぱね、インデックスファンド、これに投資することっていうのは、まあいいんだけども、ボーグルさん、特に強調してるのは、長期ってことなんですよ。ずーっと、絶え間なくやるんだと。最初の5年間やって終わりとかじゃなくて、もう生きてる間ずーっとやることによって、10年、20年、30年、それ続けることで力を発揮する。そう、長期間ずーっとコースに居続ける。脇目を振らない。それがボーグさん言ってたことだったんですよね。ところで戻りますと、ジム・クレーマー。株式市場、どう落ちてるけども、今っていうのは、あなたは、マーケットについていく。諦めずについていく。そうしなければいけない状況だと思うよと。そう言ってるわけですよね。ジムクレーマーむしろ買いの好機だと言ってるわけですよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。This is the state where I think you need to stay the course. This is the state where I think you need to stay the course. お母さんのいいところ一つ取れるとしたらどこ？優しいところ。ふわっとしてるね。優しいところ？優しいところ。あ、そう。お母さん優しい。なんか悪いことしてもなんかすぐにそんなに怒んない。悪いことしてもすぐにそんなに怒らない。なんて言うんだろうな。それって優しいの。なんかちゃんと僕と次男くんがどういうシチュエーションにいるといるのかが分かってくれてる感じがいっぱい。あ、確かにあれだね。頭ごなしにはなんかいろんなこと言わないね。うん。なんかまず状況を分かろうとするよね。うん、状況を分かろうとして、うん、それでそれを解決しようと一緒になんか協力してくれる。ああ。
それ？うん。それがいいところで、それが一個欲しい。それがいいところだと思う。だから長男くんも、そうありたいってことね。うん。そうでなくはないけど、もっとそういうなんか、お母さんぐらいやったらいいなって思う。あ、包容力ですね。大きい人間になるってことですね。うん。This is the state where I think you need to stay the course. お母さんのいいところ一つもらえるとしたらどこがいい？賢い。賢い？うん。お母さん賢い？うん。どういうとこ賢い？算数。算数？うん。算数賢いの？うん。そこ一つもらいたい？うん。バイバイ！ And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!